今回はアメリカ陸軍の次期攻撃偵察ヘリコプターその後について紹介したいと思います。この2機種のヘリ、インビクタスとレイダー X を覚えているでしょうか。このヘリのプロジェクトは、正しくは将来型攻撃偵察機計画、通称ファラと呼ばれ、2018年からスタートしたものです。陸軍が2017年まで運用していた偵察ヘリコプター OH-58 カイオワの後継機種として始まり、各メーカーが競い合って開発を進めていました。残念なことに突如計画中止となってしまい、驚きを隠せません。OH-58 カイオワの後継機という点だけ見ると、なぜこんなにうまくいかないのかと思うほどなかなか決まりません。カイオワ後継機のプロジェクトを振り返ってみれば、まず RAH-66 コマンチ、なんと次世代のステルスヘリです。武装偵察専用に開発された攻撃ヘリで、2機のプロトタイプが生産されました。70億ドルが投じられたこの計画は2004年に中止。続いて ARH-70 ステルス機コマンチでは、開発費用がかかりすぎた失敗を教訓に、今度は民間品の技術を多用しコストダウンを図ります。しかしなんだかんだで結局開発予算が膨らんでしまい、2008年計画中止。次は新型機の設計をと始まった AAS 計画。武装偵察ヘリを新設計しようと、いくつかのメーカーから提案を受けたものの、要件を満たす機体がなく、また新設の費用が高すぎるとして2013年計画中止。2014年にはカイオワのアップグレード計画も中止。そうしてカイオワの後継が決まらぬままに退役が決定し、2017年にラストフライト、完全退役となりました。そして今回のファラ、ようやく後継機が決まるのかと思いきや、またしても計画中止です。誰もが期待していたファラの2機種、どのような機体だったのでしょうか。開発当初の陸軍のファラに対する要求はこちら。最終的に選ばれたのは2社、ベル社のインビクタス、シコルスキー社のレイダー X。 両社ともにその魅力的なデザインが目を引き、早くも人気を獲得。どちらが採用されるのか、このプロジェクトには多くの期待の声と注目が集まっていました。まずはベルのインビクタス。ローターはメインとテールについた従来の攻撃ヘリのデザインです。乗員は2名を前後に配置。機体側面にはリフトシェアウィングという後退翼を装備。これは高速飛行時に揚力の 50% をウィングから発生させることで、メインローターの揚力負担が軽減され、時速365キロ以上のスピードを出せます。武装は機首部分に 20mm 機関砲、胴体内部のウェポンベイにはミサイルやロケット弾などを搭載可能。その他、大きな翼の部分は必要に応じて武器や燃料などを搭載できます。外見はウィングを取り除けばステルスヘリのコマンチに非常によく似ていますが、インビクタスにはステルス能力は備わっていません。次はシコルスキーのレイダー X。 ローターはメインローターが上下に2つついた二重反転式ローターを採用。乗員は2名を左右に配置。
機体後部にはテールローターの代わりに推進用のプロペラが搭載。最高速度はなんと時速463キロにもなると言われていました。武装は機首部分に20ミリ機関砲、コックピットの後方には大きなウェポンベイがあり、ミサイルやロケット弾などを搭載可能。機体表面の突起物を極力なくし、20ミリ機関砲も未使用時は内部に収納することで高いステルス能力を持つ機体設計となっています。アイオワの後継機計画が全て中止となったものの、どうするのか。後継機が担うはずだった任務は現在 AH-64 アパッチヘリと無人機で代用しています。アパッチの最新型は非常に高性能で、無人機との連携が可能となり、無人機への攻撃指示も行えるようになっています。ロングボーミリ波レーダーを備え、攻撃ヘリですが偵察機としても優れています。そしてアパッチと組んでいる無人機は RQ-7 シャドウと MQ-1C グレーイーグル。このチームで偵察任務の必要要件を8割は満たすことができると考えられています。さて、そもそもファラがなぜ計画中止となってしまったのかですが、これからの時代有人ヘリは生き残れないという考えのもとで下された決定でした。大きなきっかけとなったのがロシア・ウクライナ戦争です。アメリカ陸軍はウクライナでの戦いで航空偵察が根本的に変わったと学んだ。無人機やセンサーの飛躍的な進歩のおかげで、より広範囲をカバーでき、より低コストで導入可能となってきている。有人ヘリはハイエンドな戦闘では生き残れない。今後の偵察ヘリの行方は有人機と無人機、センサーの組み合わせが重要だ。この決定は失敗を意味するものではなく、ヘリ近代化計画の一部ともいえる進歩だ。このように考える陸軍は、高性能で生存性が高い無人偵察機の開発により大きな投資を行う方針です。すでに20億ドルを投入したファラ計画ですが、中止となった分、その予算を無人機に充てることができます。小型無人機のシャドウとレイブンを退役させ、高性能な無人機開発に力を入れていくようです。現在開発中の無人機を2つ紹介。シャドウが退役し、代わりに開発が進められていた新型無人機計画。そしてもう一つ、空中発射型の小型無人機の開発も進められており、ファラの機体でも運用される予定でした。現在は地上発射タイプも考えられています。陸軍は近代化計画により大きな変化を遂げているところです。同時に進められていた UH-60 ブラックホークの後継機計画フローラ、こちらは順調に進んでおり、 V-280 バローに決定しています。日々変化する脅威、目まぐるしいスピードで進歩する AI や無人システム、センサーなどの技術、一つの計画に固執せず大きな流れを読み、常に調整をしながら開発を続ける陸軍。インビクタスとレーダー X があまりにかっこよすぎて、計画中止が残念だという声もありますが、この設計を無駄にせず、
今後さらなる機体が登場するのではないでしょうか。